注意してみるとちょろっと見えるんだね。福島といえばこの辺みたいな感じありますもんね。おっ、ね、よし、では戻りましょう。ナビが通行止めの先へ行こうとしてる。あ、戻った戻った。もうちょっとでレイクライン終わりだったんですよ。戻りましょう。北塩原村、回るね。お、行って OK。 あ、まあ大丈夫でしょう。今年のゴールデンウィークは虫が多いね。虫パラダイスだ。やっぱあったかいからかな。急に暖かくなったから急に湧いてきたのかな。ん？左側にも湖があるぞ。見えた？ちらっと。レイクラインマップで見る限り湖の隣を走るんだけど、実際に走ると全然見えないっていう。何がレイクなんだろうと思ったら、注意してみるとちょろっと見えるんだね。標高が書いてあるけど削れて見えない。湖あった。右にもあるし、右の奥にもある。でもこれ運転してる人気づかねえな。車で助手席とか後部座席の人が横をずっと見続ければ気づく。こういう道があります。本来であればここを通って次バンダイアズマスカイラインだったんですけども、一旦戻って別の道に迂回してでスカイライン行きましょう。ガソリン入れとこっかな。もう280キロ走ってるわ。私は一度バンダイアズマスカイラインの途中でガス欠そうになってますからね。全然余裕だったんだけど、心配だな心配だなって思いながら走ってたことが一回ありました。確かこの正面にガソリンスタンドがあるからそこで入れましょう。そしてすぐ入る。ほっ、そうです。レイクライン通り抜けできるかね。レイクライン、あ、通れなかったですね。途中でもうちょっと来るのね。途中まで行ってきました。はい、ガードレールで封鎖されてました。はい、この辺で、レストハウス、あ、そこの、この登っていくところの、あ、そっか、それでバリケードか。はい、もう流されちゃったから。あ、そうなんですか。トモン、よし、じゃあ迂回しましょう。さっきのガソリンスタンドのおっちゃんに聞いたら、やっぱり崖崩れしてるんだって。で、去年もそうだったんだって。ただいまの気温18度。
ここの道も3回ぐらい走ったことありますね。向こうから来たこともあるし、こっち側から向こうへ行ったこともある。猪苗代タウン入りました。そう、この道をずっとまっすぐ行くと猪苗代湖の近くに出ますね。うわ、桜が舞ってる。車いっぱいいるわ。ゴールデンウィーク初日、福島といえばこの辺みたいな感じありますもんね。観光するにはとりあえず猪苗代湖か桧原湖かその辺来ればいいんじゃないみたいな。バイク、でも只見川ストリングスライン私が命名閉じ格好もなかなかいいですよ。奥会津方面、もう注意で左。いやーやられました。じゃこれを左ですね。左、ほっ、この道も走ったことあります。向こうから来た、あの信号を左、ほっ。ただいまの時刻14時38分。めちゃくちゃ余裕があるな今日。なんでだ、いつもより30分ぐらい早く出たからかな。30分単純に早く行動できてるし、その30分間で混雑する前に混雑地域を抜けられてる。距離的には 371.2 キロ、レイクラインをちょっと往復してるからもうちょい距離は長くなりますね。これからバンダイアズマスカイライン走って、その後は、はい、なんだっけ、土湯バイパスか走って、でボナリグリーンラインで下って、で郡山ファイク。いやー、ボナリグリーンラインから下ってったらちょっとどっか走りに行こうかな。走りに行った後でどっか走りに行こっかな。おかしな話ですけど、かなり早くホテル着いちゃうよ。6時くらいにはホテル入っちゃうんじゃない？私の予想、このままだと18時ぐらいにホテル着ですね。郡山市から少し太平洋側に移動してみようかな。太平洋には出ないけど、太平洋側に走りに行ってみようかな。イエーイ、イエーイ。確かそのあたりにね、 UFO の里とかいうのがあるんですよ。リストには入ってないし、あの行くつもりもなかったんですが、確かその辺にそんなのがあったような。行ったからっつって、その UFO の里に入館、あ、なんかね、入館する場所なんですよ。いろいろ UFO 関係の展示があったり、郡山市のその東側にある町だか村だかが UFO がよく飛んでるのが見れるよく飛んでるのが見えるっつうか、うん、そういうことがある場所らしい。でじゃあこれ町おこしに使おうみたいな感じになってっていう場所がね、確かあったと思う。後で確認する。そこ入館すると1階が資料室で、いろいろ UFO 関係の資料とか、あと CIA の極秘文書がね、なぜか
福島にあるんですよ。それとかで2階に行くとあのお風呂なんだってさ意味がさっぱりわからない温浴施設があるんだって。でその温浴施設の休憩する場所に畳が敷いてあるそうなんですよ。畳の縁のところが UFO の柄っていう、そういう場所があるんですよ。行ける範囲の場所か後で確認しましょう。これ後で反対側から来ます。この道なりずっと先が土湯バイパスでも一旦バンダイアズマ行きます。バンダイアズマスカイライン、いやブライクギアられました。車が連なっております。もうちょいで左、じゃこれを左、バンダイアズマスカイライン方面、ほっ左左というかこれは合流ですね。ほっ止まれ、停止線がどれかわかんねえぞ。どうも。車が全然いなくなった。何これ。冬季通行止めは解除になってるはず。あ、車来るね。うん。ゲートが開いてる。イエーイ。夜間がまだ通行止めですね。こっちか。ほっ。うい。道が悪い。ああそうだった。バンダイアズマスカイラインそのものも結構道悪いんだった。思い出した。今まで忘れてた。ふい。バイク。バイクだけどガタガタで手が離せない。バイク。バイク。登ってます。だんだん天空感が出てきた。ほっいいね。ここはまだスカイラインへ至る道ですね。このスマホの反射防止シート剥ごっかな。見えない時の方が多い。じゃあこれを左。